それじゃあ、いわゆるトークセッションというところに入りたいというふうに思います。最初は10分から15分ぐらい、私からお二人に質問をさせていただく形でやりたいと思いますけれども、まず小林さんにですね、検査追跡待機ということですけれども、これはどうなんでしょう。今すでに感染経路不明者っていうのが非常に多数を占めているわけですね。で、先ほど説明の中でこの検査の優先順位っていうような話がありましたけれども、感染経路不明者っていうのが非常に多い状況になってくると、なかなかその濃厚接触者っていうのも特定できないし、そういう状況においてどういうふうにしたらいいのかっていうことについてお伺いしたいのと、それからもう一つ割合早い時期からアメリカの経済学者などがランダム検査をやるべきだっていう議論してたと思うんですけど、これについても合わせてもし何かあったらお答えいただきたいんですけど。はい、ですね、経路不明が増えてきている状態というのは、先ほどのお話の中で夜の街対策というのがその一例というか例なと思うんですけど、その、ある特定の地域で、その検査の検査というかそのクラスターの、そのリンクが追えない状況がもう、相当広がっていると、うん、そうするとやるべきことと言われるのは、ある種面的な検査を特定の地域ではやっていこうと。そうすることによって、経路不明の人も含めて、うん、その地域にいる人たちはとりあえずローラー作戦というか、全員まず検査をやって、そこで、感染者を囲い込もうという、こういうことができるんですね、うん、でただすぐそう言うとすぐにこう欠点が分かると思うんですけど、狭い地域は、うん、多分それが可能だと、うん、あるいはその保健所などの能力に余裕があればそれ可能なんですけど、まず保健所の能力が足りないっていうのと、うん、地域が今や広がってきているので、結構難しいものは確かに あると思います。ですので、そういう意味ではこれだ、現在のように経路不明者が東京都内でなんか半分以上ということになってくると、うんやはりその行動制限というか、要するに自粛であるとか、休業という緊急事態宣言でやったような政策をある程度組み合わせないと、感染を抑えていくというのは現実的には難しいわけですよね。だから感染が5月の終わりぐらいに収まっていた時に検査を拡充しておけば、ここまで広がらないで済んだかもしれないんですけども、残念ながらもう広がってしまっている中では組み合わせ、制限と、面的な検査を組み合わせでやるしかないだろうなという状況だと思います。ただ、なるべく行動制限やるにしても、ターゲットを絞って、感染の確率が高い業態とか地域とかに限って行動制限を入れるっていうふうにしないと、日本全部また止めるってことになると大変な経済コストになるので、これはじゃあ何を入れて何を入れないのかっていう議論が今まさに必要、どういう業界あるいはどういう地域を行動制限に入れるのか入れないのかっていうことを、早く決める必要があると、今まさに報道されているようにその議論が政府内でやられているんだと思います、はい、あともう一個はそのランダム検査、はいはい、今実はちょっと私のリサーチアシスタントにいろいろマイクロシミュレーションでやってもらってるんですけど、実は感染者の3割ぐらいを検査して、その接触者を追跡するということができれば、それ以上検査を増やすなるほど、あんまり変わらないということがデータで出てくるので、そういう意味では理論的には全員検査やる方が、いいことは間違いないんですけど、実際にはそこまでやんなくてもですね、
3割ぐらいの、感染者を検査すれば、うん、まあ、かなりの程度、感染は抑えられるということのようです。うん、ですので、なんていうか、適当なバランスというか、検査のコストと見合わせて、うん、多分適当なバランスのいい検査の量っていうのがあるんだというふうに思います。この検査のものについて佐藤さん何かありますか、おっしゃりたいこと。今回の検査はですね、いくつもの概念がやっぱり混乱してたと思うんですよね、うん、クラスター潰しのための検査というのと、うん、実態把握のための検査です。例えば、うん、今日昨日東京都200人超えましたって言われても、これはクラスター潰しの枠の中でも出てきている検査ですから、当然、まあ、保健所が頑張れば感染者数は増えるわけじゃないですか。で、実態としてもし実態、感染拡大の実態を理解したければ、むしろランダム調査した方がいいわけですよね。我々経済学者的に考えると、やっぱり標本というのはランダムでなければならないわけですから。で、おそらくこういうですね、ある意味バイアスのある感染者数に基づいて、例えば非常事態宣言もそうですけれども、政策を決めるというのは、危険なんじゃないかというふうに思います。一番手っ取り早いのは1億2000万人全員にやることですけど、それができないのであれば、ある程度ランダムな検査というのを実態把握のためにやるというのは、私あってしかるべきだと思います。はい、ありがとうございます。今日議論が多岐にわたっているので、ちょっと話が少し飛びますけれども、佐藤先生に、コロナ対策 の、 財源の話ですね。それで、償還財源っていうのは、主に所得課税を、なんか想定されているようで、でそれに、それで足んなかったらワンショットの金融資産課税を行うっていうような、そういうことが今日彼氏もそこ十分お話しいただかなかったかもしれませんけど、先生の書かれた章にそういうことが書いてあるわけですけど、このどうなんでしょう、この所得課税っていうのは、もちろん資産からの所得っていうのもありますけれども、主に労働所得課税だとすると、現役世代というか働いてる人が非常にこう負担をする格好になるわけですよね。で、一方でこのコロナ対策でなんていうか感染とか死亡者が減ることによってベネフィットっていうのは非常に高齢者に集中するっていうことが指摘されているわけですけれども、そういう意味でどうなんでしょう、実物資産みたいなものへの課税っていうのはあんまり考えないでよろしいんでしょうか。ありがとうございます。まず最初に実物資産についてもですね、もちろん排除はしていません、というのは実際この段階で固定資産税はありますので、固定資産税を強化するというのは一つの選択肢だと思います。で、私が本の中で書いていた所得課税ですの強化ですけれども、みんなに対して一律にやるわけではなくて、例えば所得が2000万を超える人たちを対象にしよう。実は所得が2000万を超えていく人たちは大体給与所得者というよりはですね、キャピタルゲインを稼いだとかということを含めた金融所得を持っている人が多いんですね。だから実は裏にある狙いはその金融所得課税の強化ということになります。ただそれだけじゃ足りないだろうということであれば、金融資産に対する一度限りの課税というのもあっていいだろう。で、金融資産は誰が持っているかというと、申し訳ありませんが高齢者の方々が多く持っていらっしゃる。平均的に見れば65歳以上ですと2000万円は持っていらっしゃるわけですから、平均ですけどもちろん。ですのである意味高齢者の方々、今回多分コロナによって最大の受益者は高齢者の方、コロナ対策による最大の受益者は高齢者のはずですので、彼らに対してから応分の負担を、払える方々についてはに対して応分の負担を求めるというそういう構造になっているというふうに、そういうことになっているというふうにご理解ください。はい、ありがとうございます。それではもう一つ別の話なんですけれど、小林さんからの企業への資本注入という話が出てきたわけですね。必ずしもなんていうのかな、こういう方向で行くべきだっていう強い言い方ではなかったんだけれども、少なくとも議論が必要だっていうことをおっしゃってたんですね。それで、実はこれ今日参加者の中からコメントされていることに関係があるので、ちょっとそれもご紹介しながら議論したいと思うんですが、この企業に対する支援策っていうのが、その ゾンビ企業を延命することにならないようにするにはどうしたらいいのかと、こういう問題とちょっと関係があるんだろうと思うんですね。森川さんと小林さんに質問ということなので、ちょっと私から最初に私の見解を述べた上で、資本注入を含めて小林さんからお話しいただきたいんですけど、私はこれ比較的シンプルに考えていて、次元的なものにするっていうことだと思うんですね。企業に対する支援というものをで高級化していかないということで、そういうことでゾンビ企業の延命にならないっていうことができるんだろうと思います。それからもう一つ、確かにゾンビ企業を延命にならないようにするっていうことはとても大事なことで、これは
この今回の本の中で私序章でも書きましたし、それから第3章の中で八田先生も少しそういうこと書かれていると思うんですけれども、やはり例えば雇用調整助成金なんかも、まあ、雇用をある今ある企業にこう残すっていうスタイル この措置で、まあ、短期的には必要なんだけれども、中長期的には構造転換を遅らせるっていう可能性があるわけで、そういう意味で例えば雇用をこう雇った方の企業にですね、支援の軸足を移していくとかですね、少しこう、なんていうか、こう短期的なこうひどい状況がですね、一段落したところで、そういう政策を、なんていうか、こう、切り替えていくと、産業構造を転換する方向に切り替えていくということが大事なんではないかというのが、私の答えです。で、小林先生、資本注入のことも含めて、いかがでしょうか。はい、私も同じような考え方で、その現状維持をしている企業に対して、その現状維持のための資金を与え続けるというだけだと、まあ、今回のコロナ危機はその 先行きがあるということだと思います。ですので、まあ、業種転換をすることを条件に補助金を与えるとかですね、あるいはその M&A、他の企業と合併することを補助するため の、その補助金とか資本注入というような、何らかの構造調整をセットにした企業支援というものが望ましいんではないかなというように、まあ、考えております。で、それからもう一つ、その資本注入とのセットの話として、その債務削減というのがあり得ると。特に、ね、零細企業がこれからどうなっていくかということを考えますと、まあ、新規や新規のような、地域の金融機関がその融資の形で貸し出しを行い続けていると。で、それがある程度のところまで行って、その見込みが立たなくなって、債務削減が必要になるというときに、いかに早くゾンビ化しないように、その事業再生だとか、あるいは廃業とかいう形に持っていくかというのが大事で、その時にはまあ、やはりこれは金融検査のあり方ですね。要するに金融機関に、この検査といっても、この PCR とか感染症ではなくて、金融庁が行うその金融検査のあり方を少し、まあ、今現在ではなくてですね、コロナ危機が終わったとき、これから2年後か3年後か分かりませんが、コロナ危機が終わってからの金融検査を やや昔に少し戻すというか、もうちょっと企業の将来性が どうかということをきちんと判断するような検査に戻していって、そこで、金融機関を通じて規律を企業に与えていくということが、まあ、3年後以降必要になってくるのかなというように思っています。とりあえず以上です。はい、ありがとうございます。佐藤先生、この、資本注入というか、あるいはもうちょっと一般的に企業に対する支援策ということについて何かご意見ありますか。 ありがとうございます。私も第4章に書いていたんですけれども、もしですね、企業が事業を続けることに対して支援策を打つなら、同じような力で、同じぐらいの手厚さでですね、廃業も支援したらどうかと思うんですね。それは先ほど小林先生からもご指摘があったと思いますが、M&A の支援も含めてですけれども、やはりですね、廃業今の日本の政策っていうのは、企業を継続することを前提に支援をしてしまっているので、逆に嫌がなくゾンビ企業を作ってるという構造はあると思うんですね。ですから、やはりですね、廃業支援というのはもう一つの軸としてあっていいかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それじゃあですね、今日は非常にたくさん参加者からご質問をいただきまして、そちらの方のなんか Q&A をそろそろ始めたいと思うんですね。これもなかなか整理が難しいので、順番にちょっと私からピックアップして質問させていただきたいんですけど、小林さんに対してですね、検査、要するに通常のインフルエンザに比べてそんなに多くのコストを抱けるの脅威なのかと、コロナがですね、重症化率、死亡率を見て本当にそんなに脅威なのかということと、それから特に入国者に全員検査するっていうのはですね、相当無理があるのではないかと、いうようなご質問なんですけど、これいかがでしょうか。その、まあ、
まあ、医療崩壊が起きることを今その多分政府は一番恐れているので、今のような重症化率と重症者の数であれば、うん、まあ、これが続けばですね、問題ないと思う。ただこれがまあニューヨークとかミラノみたいにその重症者が加速度的に増えてくるということになるのをみんな恐れているので、ちょっともう少し様子見が必要だと思いますけれども、うん、ある程度、1年間ぐらい経ったところで、きちんとレビューして、この病気の怖さというのをどこまで、評価とか再評価するのかということはちゃんとやった方がいいと思います。で、確かに水際入国者の管理ってどうするのかというのは、これは重要な議論で、今は全員検査やってるということですけども、果たしてそれで回るのかというのはもう全くおっしゃる通りなので、そこもそのこの病気の怖さをどう評価するかというのとセットの議論だと思いますが、 ある程度感染が許容できる病気だということになればですね、まあ、全員検査やらないである程度症状がある人だけにするっていうのは非常に合理的な判断だ。で、そこまでどうやって持っていくかというのがこれからの課題だろうというふうに思います。入国者の検査についてはどうでしょう。ですから入国者の検査も、はいはい、症状がある人に限るというのは、確かにそのようにする方が合理的だと思うんですが、そこまでこの病気の怖さをどう評価するかとセットだと思いますので、感染がある程度広がっても、許容できるという病気だと認識がされるようになればですね、入国者の検査も症状ある人だけに限るということで、まあ、いいんじゃないかとは思います。はい、ありがとうございます。それからこの格差の問題とかに関連して、いくつか質問をいただいてて、小林さんと佐藤さんお二人に、要するに産後被保険者を廃止するということが、まあ、これは従来から言われていることではあるけれども、この際特に重要になっているんじゃないかというような質問。ベーシックインカムは1人当たりいくらぐらいの額で全体でいくらぐらいかかるんでしょうか、既存の社会保障制度の関係はどうなるんでしょうかと、まあ、こんなようなご質問をいただいていますね。それから負の所得税について、平時においてはどういうふうに考えるか、それからユニバーサルベーシックインカムについてどういうふうにお考えになりますかと、こういう質問をいただいていますので、このあたりについてお二方から、佐藤さんいかがでしょうか。ありがとうございます。まず最初の助助格差、いわゆる助助格差の問題ですけれども、政府税制調査会におきましてもですね、配偶者控除のあり方というのは散々議論してきています。で、今回のですね、コロナでも分かってきていることはですね、やっぱり個人給付、つまり個人単位の支援というのがやっぱり大事だろうと思うんですね、うん、そういった意味においては世帯、つまり、まあ、世帯単位でその社会保険に入ったり、そういった仕組みからですね、むしろ個人単位でその保険や給付の仕組みを構築し、個人単位のですね、給付や社会保険の仕組みを作っていくということがあってしかるべきだと思います。とすれば、おのずから第三被保険者というのはいなくなるわけですので、まあ、一番手っ取り早い、私の手っ取り早い回答は、やっぱりですね、その、社会保険を税制と同じに個人単位化していったらどうですかということです。で、負の所得税についてはですね、緊急時、今回のような非常時にはですね、保険としてには考慮果たしますが、平時は格差是正です。特にワーキングプアの方々はですね、生活保護とかなかなかもらえないんですよね。基本的に生活保護というのは働けない人たちのに対する支援ですから、働いている所得の低い人たち、ワーキングプアに対する支援ということになりますし、これはイギリスのユニバーサルクレジットなんかはそういう仕組みになっているというふうに思います。とりあえず以上です。はい、小林さんいかがでしょう。私も佐藤先生のご意見に同意です。で、ベーシックインカムのイメージですけど、私がなんか書いてるのは、その、まあ、月々10万円とか15万円という、まあ、生活保護で今支払っている金額との並びぐらいは、その、最低限保障するという、そういう制度に揃えていったら、まあ、いいんじゃないかという、まあ、ちょっと非常にすみません、ラフな話で恐縮ですけども、そういうように考えて、おります。ですそうすると、まあ、数千万人がそういう、数千万人というか、まあ、1000万人がそういう制度を受けるとしたら、国からの出費のとして、まあ、10兆円とか20兆円とかそういう規模の支出が必要になってくる。ただその代わり他の社会保障をスクラップすれば、その分の、財源というのは捻出できるのではないかなという、まあ、そういう計算ができると思います。以上です。
はい。検査とか、あるいは自粛要請的なことについて小林さんへの質問が結構多いんですけれども、例えばですね、西村大臣が7割出勤自粛までは不要ということでしょうかと、それから、ビルで、1人感染者が出たら濃厚接触者以外のビル勤務者全員について介護自粛措置が取られているんだけれども過剰反応じゃないかと、当面そういった措置も必要なのかどうかという質問ですね。それから、検査体制を整えて無症状者をカバーする目標設定を、して実行するということは同感ですと、問題は保健所を仕組みの軸にする限りは破綻するので従来とは異なる仕組みを導入することが必要だと、で保健所の疲弊報道のみがあるのはなぜでしょうかというようなことですね。それからこれも検査の関係で、歓楽街などに絞って検査を強化することが当然の動きになっているけれども、市中感染が進む場合は手遅れというリスクはないでしょうか。これは多分先ほど私が質問したことと重なりますですね。それから、これはですね、アセモグルたちの、MIT のアセモグルたちの試算ではですね、年齢別のロックダウンをした方がいいと、こういうようなことが言われているんだけれども、例えば、明確な年齢差別的な外出制限を行って外出する若者には追跡、アプリを導入するというのはどうでしょうかという質問ですね。これは実はこの本の中でもこの年齢によって区別するような、自粛措置のことはいくつかの章で書かれていると思うんですけれども、これについてやはり小林さんじゃなくて佐藤さんに答えていただいてもいいんだろうと思いますけれど、そこまでとりあえずちょっと小林さん恐縮ですけど、はい、お願いできますか。はい、7割 の、 出勤自粛がやるべきかどうかって、ここは確かに議論があると思います。だいたい外出を5割削減するだけで、接触は8割下がるというような研究もありますので、 5割自粛外出を減らせば接触8割削減が実現できるんだったら、まあ、それでいいんじゃないかという気もします。あとその介護自粛措置というのはどこまで取るべきなのかちょっとわからないんですけど、今会食で感染が広がっているという状況が言われますので、まあ、過剰反応かもしれませんが、今そういうことはされざるを得ないのかなというふうに思います。あと保健所システム、これは確かに破綻というかあまりうまく回らないので、そこについてはですね、保健所についてはなるべくであれば保健所を介さないPCR や抗原検査 のルートっていうのをもっと作っていく必要があるだろうと思います。そこはなかなか国の今 の感染症対策の議論では、保健所中心のシステムが前提になっているのです。まあ、そこを乗り越えるとすると、例えば民間の団体、今日は昨日日本商工会議所が提言出してましたけど、民間の企業などが中心になって検査をするそのシステムを作っていくということも考えられるのかなというように、思っています。いや、さっき夜の街だけではもう足りないじゃないかと、それはおっしゃる通りで、ここは行動制限という組み合わせるしかなくなってきたと。そして、アセモグルたちの年齢別、これもちょっと実験や私たちのところでやってまして、全員を一律で、行動自粛させる政策と60歳以上の高齢者を行動自粛させる政策、実は効果はほぼ同じになるという、そういう実験結果も出てきてますので、おっしゃる通り高齢者に自粛してもらって若者にはアプリをつけるというようなことも十分効果のある政策として考えられると思います。とりあえず以上です。はい、
佐藤先生、なんか今の議論についてありますか？私もあの別のところでですね、やっぱりコロナの出口戦略としてやっぱり年齢別で自粛が、外出あるいは営業の自粛を求めた方がいいんじゃないかということは言ってます。ただしそのためには2つ前提条件があると思うんですね。1つは例えば今入院中あるいは介護施設にいる高齢者が感染しないように、まさに医療関係者、介護従事者に対する PCR 検査を徹底的にやって、あの院内感染をまず防止すると、これがまず前提です。それからもう一つはですね、実は自宅にいる高齢者の方々については、例えばオンライン診療の仕組みを使って定期的にかかりつけ医の先生がですね、今の体調とか経過を見る、でもし何かコロナにかかりそうだったら早めに早期発見に努めるというですね、ある意味、まあ、平たく言うと見守りの仕組み、これはまさにデジタル化の一環、医療のデジタル化の一環だと思うんですが、そういう見守りの仕組みを在宅の高齢者たちに入れていくというですね、こういうインフラ整備は必要かなというふうに思っております。以上です。はい、あのこの年齢別の政策って私もあの関心があって、それで、実はあの先ほど最初に紹介したあの5000人ぐらいのサーベイの中でそういったことについても聞いてみたんですけれど、実はあのこう年齢を問わずですね、賛否が半々ぐらいの感じですね。で、強いて言うと60代の人はすごくてかなり反対が多いですね、年齢によって区別することで。ところが70になると賛成が増えるみたいな、まあ、ちょっとこう違う感じがあるんですけど、あの60代ぐらいだとまだ若いというふうに思ってるんで、なんか自分がこうなんか自粛組になっちゃうんじゃないかっていうようなことを懸念してるのかもしれないし、まあ、70ぐらいになるとむしろやっぱ感染リスクの非常に強く意識してるっていう、そういうことなのかもしれませんけど、そういう意味であの多分経済学的には合理性の高い政策だと思うんですけれども、なかなかコンセンサスを得るのは難しいんじゃないかなっていうような感じを私自身はちょっと思っております。それからの質問でですね、ちょっと全部処理しきれない可能性があるんですけれども、佐藤先生に対して、コロナ対策の召喚財源として増税は必要なのでしょうかと、給付金は課税されるので一部回収可能性がある、それから、医療関係経費は医療レベルを引き上げる対策も入っているので、国民に便益が上がった分、医療費を一部引き上げることで回収するということはどうでしょうかと、増税で対策費を回収することについて国民が理解できる理屈はどう説明できるのでしょうかと、多分あれですね、東日本大震災の復興財源なんかの比較で、果たしてこれがどうなのかということも議論の余地があるのかもしれませんが、いかがでしょうか。 ありがとうございます。まず制度の問題ですけれども、今回の国民一律10万円の給付金ですね、特例定額給付金、これは非課税です。なので皆さんが受け取った10万円はそのまま手元に置きます。ただし休業協力金、自治体が配った休業協力金と持続化給付金はこれ課税対象になります。ただですね、多分受け取ってる企業の多くは赤字企業、今年は赤字ですし、まあ個人事業主の方々も今年は多分ほとんど課税所得のない人たちになると思うので、おそらく回収はできないと思います。なので、まあ、給付金が一部回収されるかと言われると、ちょっと若干私はクエスチョンを持っているということです。であとですね、国民に理解を求めるというところはですね、確かにまあ増税は何や、まあ、基本的に嫌なもんなので、だから私は二重の配当ということを言ってるんですね。これを機会に例えば格差是正をしませんか、これを機会に例えば過熱化したバブルというのを抑えませんか、これを機会に経済のグリーン化を進めませんかというですね、何らかの経済社会にとっての受益があれば、そこに対してコンセンサスは取れるんじゃないかというふうに思ってるわけです。そういう意味においてはですね、私は実はちょっとここに来て、環境税はすごい可能性はあるかなと。あと忘れてましたけど、デジタル課税もそうです。ベップス対策をどの道やらなきゃいけないので、やっぱり多国籍企業に対して適正な納税を求めるというのは、もともと税の公平の観点からも重要なことだったので、こういった形でその二重の配当を追求していくというのはあってしかるべきかなというふうに思いました。とりあえず以上です。はい、ありがとうございます。大体いただいた質問にはほぼお答えしたと思うんですけれども、まだ5、6分時間がありますので、そしたらちょっと私から少しデータを紹介してですね、その上で、これまでの政策についてちょっと議論をさせていただきたいと思うんですけど、先ほど の延長線みたいな最近行ったサーベイなんですけれども、緊急事態宣言とか外出自粛要請について、どうだったと思いますかというふうに聞いた結果です。で、適当だったっていう人が 51.4%、
もっと強い措置を取るべきだったっていう人が 35.8% で、措置が強すぎたとかやるべきでなかったっていう人はいない、少ないんですね。そういう意味で、どうも日本の国民は、このサンプルがですね、日本人を代表しているとすれば、かなりこの外出自粛みたいなものをですね、ポジティブに、捉えているということがあるように感じました。それから、アベノマスクって言っちゃいけない、布マスクですね。布マスクを使用した人がどのぐらいいるかっていうことを聞いたんですけど、これ他の調査もあるのかもしれませんが、6% ぐらい使ったっていう人がいると。で、私自身は実は使ったので、非常に少数派の方に属してるんですけれど、で、年齢別に見ると70代の人は比較的、比較的って言っても使った人は1割。それから40代から60代の働き盛りぐらいですと 5% にもいかないと、こんなようなのがアベノ、布マスクについてのですね、実態ですね。それから特別定額給付金、1人、10万円ですね。これはですね、他のなんか代替的な政策との比較で聞いていないので、これだけが良かったか悪かったかっていうことで聞いてるわけですけれど、望ましいっていう方が、過半数なんですね。それで、特に20歳代とか30歳代って若い人がですね、この特別定額給付金は、望ましい、良かったと、こういうふうな感想を持っているということが分かりました。それから同じこの特別定額給付金を何に使ってるかということも調べてみたんですけれども、これ年収によってかなりこうはっきり違いがあってですね、それで実は貯蓄っていう人が意外と少ないなっていう印象はあったんですけれども、これいつ使うかっていうことを聞いてるわけじゃないので、これから半年とかなんかの間に使うっていう意味だと思うんで、下支え効果がどうだったかっていうことはわからないんですが、やはり所得が499万円以下、世帯年収ですけど、ですと、これは日常生活費に充てたっていう方が多いと。で、1000万円、世帯年収が1000万円を超えてますとですね、そういう人もいるんですけれども、貯蓄という人が、やや他の、年収の世帯に比べて多いということがあります。それから、これかなり私は驚いたんですけど、給付金の受給は辞退したと、あるいは辞退するとか、あるいは寄付をしたとか寄付をするっていう人はですね、すごく少なくって、世帯年収がかなり多くてもですね、こういう選択をしている人は少ないということがありました。で、こういうふうに、いろいろこの給付金とかですね、緊急事態宣言、外出自粛要請、アベノマスクとか、私がちょっとこう、把握した範囲ではこんなような見方になっているんですけれども、伺いたいのはですね、これまでいろんな政策が行われてきていて、それでどうしてもこう、なんていうかな、うまくいってない政策っていうのが新聞なんかで多く取り上げられる傾向があるんですけれども、うまくいってる政策も結構あったのかもしれないわけですね。例えば私自身は、これ例えばリーマンショックの頃と比較したときに、パニックっていうかシステミックリスクになって株価が暴落するみたいなことは起こってないわけですよね。そういう意味では各国中央銀行の金融政策っていうのは結構あの時の教訓を踏まえてやったんじゃないかっていう感じを私自身は持ってるわけですけれども、どうでしょう、資金繰り支援とか持続化給付金とか、あるいは特別定額給付金 GoTo キャンペーンとかですね、含めて良かったと思う、比較的評価できる政策、みたいなものがあったらご発言いただきたいんですけど、いかがでしょう。じゃあ先に佐藤先生どうでしょうか。あ、すみません、なかなか私褒めて育てるタイプじゃないもんですから、人ちょっとなかなかいい褒め、これがいい政策だったっていうのはなかなかないかなとは思ったんですが、他方でですね、いろんな自治体の取り組みの違いをよく見えたかなと思います。で、やはりそれはいいか悪いかは別です。例えば東京都と国がたびたび対立していました。ただやはりですね、現場に一番近いのは自治体ですよね。で、やっぱりその例の休業協力金も含めてですね、自治体がそれぞれ独自の工夫をしたというですね、で、逆にその首長さんの能力の良し悪しもよく見えたというところから見てもですね、文献化時代におけるですね、こういう危機対応というのはどうあるべきかというですね、その姿はある意味良い失敗例もありましたし、成功例もあったという意味においてよく出てきたというふうに思いますので、そこは今後の検証の価値はあるのかなというふうに思います。で、
良かったところというか、あとはファクター X としか言いようがないんですが、ここまでのところ日本は世界的に見ても死亡率低いですし、重症化率も低いので、これが政策によるものなのか、何らかの偶発的な理由、自由なのか、あるいは単に運が良かっただけなのかは分かりませんけれども、ただここまではなんとかしのいでるかと思います。で、ただもう一つが特別定額給付金ですけれども、面白いなと思ったら、若い方々の支持率が高いというのは、逆に言うと普段いかに彼らが受益していないか、受益を感じていないかだと思うんですね。やはり日本の社会保障というのはどうしても高齢者に偏ってきたというのがあります。全世代型とは言いながらもですね、やはりどうしても年金、医療を含めて高齢者に偏ってきた。だからある意味こういう給付金が数少ない若い人たちにとっての受益なのかもしれないというですね、そこはある意味如実に現れたのかなという気はします。以上です。はい、小林さんいかがでしょうか。はい、良かったことだけじゃなくて喋っていただいて構わないですけど、はい、先ほどのアンケート興味深かったと思います。特に緊急事態はもっとちゃんとやっとけばよかったという意見がやはりかなり強かったというときに、まあ、だから今回じゃあ今8月になろうとしているときに第2回目の緊急事態がひょっとしたら議論されるかもしれないというときに皆さんはどう考えるのかというのが大変興味があるなという気もしますし、先ほどご紹介したフォルテメラーさん の研究の中では、その最初にですね、最初 の3ヶ月のような短い期間、強力な行動制限をかけて、で感染を抑え込んだ後、まあ、検査と隔離を続けて、感染が広がらないようにするという、こういう政策が、まあ、最適な政策だというようなことがあったので、それと関連すると、そのやはり第1回目の緊急事態宣言の時にもっと強力に、その措置をかけて感染をより少なくなる段階まで抑え込んで、その後、まあ、検査体制や医療体制を整備しとけば今よりもうちょっと感染を抑えられたのではないかなという気がいたします。そこが残念だったかなということと、で それはなぜなのかというのは、ご指摘も質問者吉住さんからご指摘あったんですけど、感染症対策についての法令もだとか仕組み自体が今地方自治体、都道府県が主体的に動かないと、まあ、ものが進まないという対策になっていて、で結果的に確かに各自治体 の知事さんの顔が非常によく見えるようになったということは、それはそれでいいことなんですけど、本当に感染症対策としてそれが良かったのかと、要するに国がもっとその、中央集権的に抑えていくという体制が良かったのかではないかという議論は あるので、でそれが保健所システムだとか問題を引き起こしてますし、あと検査がなかなか増えないというのもそこにもう一因があるかもしれませんので、そういう感染症対策の法令をこれからちゃんと改正していくということも、これからの課題なのかなというふうに、と思っております。それから確かに日銀やその日銀だけじゃなく世界の中央銀行は非常によくやったと私も思ってました。佐藤先生と一緒に3月に東京財団から政策提言を出したときには、まあ、株式市場が非常に悪くなっていたので、100兆円ぐらいの株式の買い上げを日銀が提案したらいいんじゃないかという提言も書いたんですけども、結果的にそれが必要なく、しかしマーケットはかなり平穏な状態を保っているということなので、非常にそこの金融政策の運営はうまくやられた。それに対してやはり財政とか感染症対策の部分についてはいろいろ反省点がまだあるのかなというように感じております。はい、どうもありがとうございました。それじゃあ予定の時間過ぎましたので、まだ実はちょっと追加的な質問入っていたんですけれども、恐縮ですけれども割愛させていただきます。本日のウェビナーはですね、これをもちまして終了したいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。